私は今日美容室、私は今日家に帰る。エアちゃん、エアちゃん、今日ね、なんか来るらしいよ。え、それって誰？いや、来るっていうか呼んだんだけど。誰来るの？ムクエナ。ムクエナが来ます。久しぶりに会う。ここでお知らせなんですけれども、はい、あれ、しかも黒髪美女がおらんじゃろけ。すいません、あさみさん夏バテになりました。はい、すいません。というのも、元気は元気だったんですけど、うん、まあ念のため今日は休養してくださいということで、本日は休養させていただいておりますので、皆さん変な憶測はやめてください。そして皆さんも体調には気をつけましょう。そう、暑いから。友達来た。これ回してるの言ってないからどうする。こうやって自然な感じで撮ってみる。カメラが回ってないという見ててください。いつもの私たちです。やっほー、お疲れ様です。やっほー、イエーイ、かわいい。イエーイよ。やっほー、お疲れ様でした。あれ、昔のような感じに戻ってる。そうだね、確かに。あなたさ、はい、似合いすぎ、髪型。嬉しい。確かに、ね、確かにしか言ってないですか。全部確かに。ここでちょっとあさみさんなんですけれども、あ、体調不良。あ、やだ。そうなの。今日お休みとさせていただきます。私も2人で。あ、そうなんで、あの、ここでもう一つお知らせがあるんですけど。お知らせ、あの、エアさん、はい、2日やりです。あー、2日やりです。え、まだなんかお酒が、お酒がほら抜けてないもん。まとまもね、昨日ね。え、あめちゃん、逃げていいよ。エアちゃんがなんか飲むイメージあんまないけど。え、そうなの？ほんと？うん、なんか飲む。昨日なん飲んだもの発表せよ。ウォッカを。ウォッカ2本半開けました。ウォッカ2本半はい。と、あと緑杯とか、うん、まあテキーラ。え、ウォッカってどれぐらい強いのか私あんまわかんない。ウォッカが。そんなこと言って。いや、え、何時まで飲んでて、それ。6時まで、6時半ぐらい。お前さ、コラボって分かってて6時まで飲んでて。本当に気抜きすぎるコラボ。じゃあじゃあね、やっぱさ、時間も忘れちゃう。お酒って、うん、まあまあ、よくないんだけどね。よくないよ、今回いっぱい飲むのは。で、見て。え、差し入れ。クランが買ってくれた。え、気になったけど、なんだろうって。ドーナツ。え、ドーナツ。ドーナツ。戻れ戻れ。前もいたよね、ムクエナのコラボ。いましたね。ここ、なんかお泊まり。あ、そうだ。あ、ちょっと痩せたの。ほら、そう、なんか初めて見る、ここ、ね、え、何かわいい。え、かわいいよね。なんかドーナツ買ってみた。すごい、おいしそう。ドーナツ買ってみた。かわいい。あ、はい。せーの、みなさんこんばんは、ムクエナです。あ、トークだね。ムクエナです。おお、何何の正解。正解。うん、いや、この間ね、こうやってたから、ね、このパターン覚えてる。あ、こんにちは、もう。頑張れ。というわけで、ムクエナです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいそう。久々に呼んでみました。何回か会ってるんだけどね、うん、確かに。そう、でもイベントもうちら MC で出る側だから。そうそうそう。一瞬だ。クリームつけて。なんでなんで。まだ強い。なんで。いいよ。クリームではないと思うし。オッケー。クリームだった。なんか食べましたのってクリーム。はい。あ、食べたんだ。じゃあクリーム。あの、これは差し入れなんで、食べても食べなくても結構、うん、どっちでも大丈夫。嬉しい。美味しそうと思って。そう、ありがとう。ありがとうございます。え、これさ、味わかる？え、うん、わかる。緑が抹茶、うん、ストロベリー、うん、ココナッツ、うん、多分普通の揚げパンのやつ、うんうんうん、
これなんかオールドファッションになんかかかってるやつ、これはオレンジなんちゃら、こっちは、こっちはなんかクリームの入ってるの、オレオダブルチョコみたいなやつ。じゃあどれがいいかドラフト。オッケー、ちょっと待って、じゃああれ持ってくる。さあ、いや迷う、いや迷うよね、普通に1枚決めるのむずくない、こういうの。これ何がかかって、何味がかかってる、ホワイトチョコかね。え、予想レモンっぽさな。いや、わかる、レモンっぽさな。あ、確かに。いやいや、自分の意見自分の予想言って、ちょっとはい、はい、乗っか、人のに乗っかならない、もう、はい、考えてくる、返してきて。エアちゃん、ちゃんと考えて、これ何だと思う。はい、はい、なし、ない、ありえない、なしだけはない、はい、嘘、はい、間違え、それ間違え、それダメ。え、なんで、じゃあ何だと思う。だからレモン、レモンとホワイトチョコって言ってるやん。レモンだったらもうちょっと黄色みが強いと思います。じゃあ何だと思うわけ。え、ホワイトチョコ。だからそれはない、間違えたら言ってない。ありがとう、あ、なんで、ありがとう。分かった、じゃあちゃんと調べるから。ママが、ありがとう、ママ。そうなので、喧嘩しないの。分かった。で、これ梨だった時ね。梨かよ、梨かよ。梨はおしゃれすぎ。ドーナツって聞いたことない。聞いたことない。ディ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 。ホワイトチョコ。ね。はい、決まりました。はい、決まりました。はい、決まりました。え、どれがいいか。じゃあワンツーサンで刺してね。はい。せーの。ワンツーサン。あー！やった。やった。じゃあ決めましょう。え、取る。肩に。あ、これ。あ、やっぱクリア。じゃあ、はい、じゃあ。すごいじゃん、すごいじゃん。よかった、いただきます。俺チョコにしよう、うん、え、こういう系絶対おいしいんだよな。ケピー、ね、ケピー、ケピー、ケピーね、ケピーね。いただきます。うん、うまっ、これ一番おいしい。チョコ買った、これありがとう。一番うまい、これが一番おいしい。いや、これ一番うまい。ちょっと待って、思ってない。おいしい、これ。うまい、なんか生地がパン寄りですね。ね、うん、うん、きっかけ、うんとか言って知らないわ。え、これ全部同じ生地じゃないかな。あ、え、でもさ、揚げてるかそっち違うんじゃない。違う、これも揚げてるか。なんかパンっぽいね。ちょっとやってみよう、うん、これは一緒そうだね。ほぼ一緒だから。ここで比べるの違うかも。クリーム入ってるだけじゃん。そうそうそう、うん、同じやつじゃない。パン、パン、パンパンだよね。どう、うん、これはなんかパンっぽいね。いい加減にしろ。カットするな。どっちが使われてるかって。最近どう。え、確かに最近近況報告会だから。なるほど、確かに。だって生まれてた、ま、そう、マジ、まず前コラボした時はまず結婚とかも知らなかった時。そっか、うん、僕はちょくちょく会ってるけど、動画上では。あの時は、うん、あれコラボが多分11月とかに最後しませんでした。ああ、じゃあ冬ぐらい前だ。じゃあお腹にいましたわ。いたんですよね。本当にすごい、はい、いましたわ。おめでとうございます。ありがとうございます。遅くなっちゃったけど、まあでも付き合ってるのは知ってたから、うん、驚きはしなかった。それはしなかった。なるほど、それは、うん、知ってる人は結構いたから、うん、まあでもうち隠せちゃったから、うん、だから球技大会の時も、いや、そう、本当にあの時でも7、そうだね、8ぐらい。いや、だからお腹がには当てちゃいけないみたいなのは聞いてて、お腹の怪我をしている。そう、そう、だから出れないみたいなって言われてて、そう、出れないのも試合にも出てないなと思ったけど、それ最後に言われて、ドッジボールの時にそのお腹が怪我しているから今日出れなくて、どういうことなんだよ。だから何組だ。犬具で、ヤマト君が説明した。あ、そういうこと。ヤマト君、お腹ちょ、お腹怪我したちょっと。ヤマト君、あの、なんかこう、業務連絡で、初めに、あの、ちょっともう、ウラちゃんなんだけど、ほんとお腹が怪我してる。はい、みたいな。お腹怪我してるって思って。あんま聞かないからね。あんま聞かないから。聞かないよ。絶対さ、切腹してたんだけど。それだけだったんだ。でも、なんか、手術とか、あったのかなと思って、普通に。だから、そのなんか、休み時間っていうか、もうカメラ回ってない時に、大丈夫ですかみたいな感じで、ウラちゃんもなんかこう、どこまで、どう聞いてるか分かってないから。多分チーム言われてる感じが違うのがすごくて、一応犬くんはお腹の怪我してた。多分あの鳥くん、うん、は足っぽかったんだよ。あ、もうそこも違うんだ。なんか多分あのまずヤマトにしか言ってなかったの、うん、でそれもめちゃくちゃ迷ってて、うん、その猿くん
まで言うかとかだったんだけど、その他の仕事のことがあったから、うん、いろんな調整するのに確かに大変。もう一旦じゃあ大和にだけ言っといて、うん、どうにかこっちも頑張りますと、うん、言ってたんだけど、でその当日に多分スカイピースの2人にその説明を多分してくれて、だからなんか多分いろんな情報が確かに、そう、間違ってうちはなんて言えばいいんだろうみたいな。大丈夫ですかって言っても、うんうん、フラちゃんも何の言葉も、うちもなんかあんま聞いちゃいけなかったのかなって思って結構重い何かだったらどうしようとか思ってて、よかった、よかった。2人はもうアイドルだもんね。いや全然、何が全然全然そうだ、ファンフェス、ファンフェスみたいなことでさ全然違います、ね、アイドルしちゃってさ、なんだっけ、そう、YouTube ファンフェスのまだ違う、違う、なんだっけ、クリエイタードリームフェス、あ、違う、違う、え、あ、自分らの、あ、無形なフェス、あ、そうそう、全部フェス全部フェスだからややこしいフェスありすぎた、フェスありすぎ、そう、無形なフェス、来たかった、え、来てほしかった、うん、だって呼ばれてないいや、なんかうちらから声かけた人いなくて、呼ばれてないよね、どうなん、あれって、おこがましいから、おこがましい、言ってよかったの、全然、え、来年来てください、じゃあ、うんうんうん、多分また来夏やると思うから、うん、毎年やってるから行く、どうするそれは重いよどうするじゃないの、行けよ、お前、でも見たいよね、マジで、本当マジで見たい、なんかこう、自分たちの、うん、ぜひ見てくださいってこう差し出すなんかのがちょっと遠慮しちゃう、うん、めっちゃ行きたかった、え、もっと来てほしい、俺行こうよ、うん、明日にも連れて、来年だよ、うん、ちょっと予定入れといてね、はい、そうだね、みんないるつまず編集ねとか急に言った、あ、もう編集リスク、いや、大丈夫、うん、大丈夫、行きたいしね、車部行きたい、いつやそれなてか、うちらのね、ライブがしに行きたいね、あ、でも去年イベントみたいなのずっとくっちゃべってるだけ、いいじゃんね、え、なんか企画系やる系の、この間やったやつは、なんか質問受けてるやつをその場でくじ引いて読むとか、うん、あとはクイズ系みたいな、うんうんうん、じゃあ来年は、来年とか次やるならお互いじゃんやりましょう、これ決定事項、うん、なんならうちらのイベント出てもらった方がいい、あ、もう出ますか、MC とかやりますじゃん、出てほしい、ね、だからあの余興とかなんか転換とか前説とか、もう衣装着替えとかあったりしたらもう間つなげますし、ね、どんな立場なのあなたたちね、漫才とか練習してるからそのためにやろうか、いや、あれだよ、アイドルやってもらえばいい、あ、で、歌とかもったいますよ、めっちゃいい、ライブコーナーやってもらってやりな、ライブ同じ衣装使ってもらってもいいじゃん、え、やろうよ、バカさん1っていうパターンでできるできる、え、よくない、やりたい、やりたい、ちょっと教わったら今やろうか、あの簡単なやつあるよね、簡単なやつ、最新のやつ、絶対難しい、あ、テテ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 テ、これだけ、これハレちゃんも、これをずっと2人の後ろでやってればいい、そう、これはこうイントロでもすぐやるやつ、オッケーで、うちらは他の振りに入ってもずっとえじゃん、これあはっオッケー、もう4分ぐらいずっとこれちょっと待って、ちょっと待って、次それ見たい、ちょっと立ってやって、お前、バッテリーあったオッケーオッケー、もうずっとこれね、確かにね、ずっとこれね、うん、練習大事、お、いいよ、めっちゃ白飛びしてるオッケー、あ、いや、もうちょい前に来てオッケー、前前、2人も前前も、あ、オッケー、そこなら大丈夫、これ一回これやったら、あなたにうまけにも入るオッケー、はい、せーの、せーで、トゥトゥトゥル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 、いや、もっと笑顔で、もっともっとバックダンスだからさ、もっともっと、違う、もっとこうもっと大きく、笑顔はもっと大きく、トゥルトゥルトゥル、盛り上げるの2人を、はい、あなたにあるわけ、探し続けて、もっと笑顔、両手で行っちゃう、両手で駆け寄ってきた君に、あれ、いや、最近流行ってる TikTok じゃん、それちょっと一人で後ろでこれは恥ずかしいかもしれない、恥ずかしいとかないから、ない、やっぱ二人を引き立てるためのバックダンサーだから、だってずっとこれなんだもんねじゃあ違うのやりたいのなんか一緒に踊りたい、ああ。じゃあもう要練習だよね、それはそうだね、うちらの練習についてこれのかっこいい、いや、いいよ、エアのオリジナルでいいよ、あ、確かに、ね、やばいってね、それでもしたら、まあ、間違いとかないから、一、うん、人だから、オッケー、じゃあ行こう、もう一回もう一回行きます、で、せーの、せーの、せーの、いや、もっともっともっと大きく、もっともっと大きく、もっと大きく、あなたに会うわけ、探し続けてた新しい日々にかけていた君、
私たちだけの歯車が今回り始めた気がしたんだ。大丈夫結構すいません、いいユニットでした。やめた方がいいと思います。解散で解散でお願いします。すいません、すいません、すいません、金髪調子こきました。バックダンサーとか絶対ダメですね。めちゃめちゃ良かったと思うんだけどな、みやちゃんは。むしろうちらより目立っちゃってたから。確かにね、良くない、良くない、目立っちゃいけないので、あんまりね、そうそうそう、引き出てもらわないとやっぱり盛り上げる、疲れるね、出すってしてねえだろ。でもそういうコラボも面白くないですか、イベントでね。確かに、こっち向いて、はい、匂わせです。全然匂わせっていうの
せいやはこうこうこうで多分こういう風に言いたいと思うんで、そこがちょっと違ったよねって言ったら、あ、そうそうそう、それ言ってたんだ。せいやの通訳、通訳日本語で喋ってんだけど一応通訳としてずっとこうやって聞いてる。そうそうそう、ありがとうすごいおもろいね。おもろ、はい、はい、どうぞ。はい、遊んでる時全く喋らん。あー、全くではないけど言いたいことわかる。うん、ナイスハモリ。ね、いい気持ちいい。あれだね。移動中とかも別にお互いそれぞれ好きなことして、それでも居心地悪くないんだよね。うん、なんかさ、黙っててこれ、え、今大丈夫かな、うん、とかっていうのはある友達いるもんね。うんうん、それが一切ない。ない。だ家族といるときに別にそんな考えない。ないないない。だからそれと一緒だよね。うん、それは分かるね。分かる。うちらも一切喋んないから。本当に仲良くなったら、移動中一切喋んないから、逆にその絵を 見られたときに、分かる。分かる。思われてそうって思って。いや、思われるよね。ね、あの、普通に歩ってるときとかもみんな携帯自体とか見耳さ、イヤホンやつとかやるから、それをファンの子が見たら、うん、なんか、裏こんななんだって思っちゃいそうと思って。うん、でも別に、うん、なんかね、うん、歩くときはね、そうだよね、やらないから。むしろ喋んないまで歩くないですか、この動画で喋った方がいいって。あ、そうか、そういうのもあるから。最近なんか朝見とか、あ、それでさ、いや、動画で話すわ。そうそうそう、全然ある。確かに。ね、動画で話したくなるもん。あとは、あ、あれで伝わる。あー、あれね。本当にそうかも。それマジそうだね。特にうち言葉出てこない時多くて、あれがもうそういうことじゃん、とか言う。あれでもそういうことじゃんとかでもう分かるよね。うん、で別にいちいち答え合わせもしない。うん、今分かったとかじゃない。はい、あ、オッケーオッケー。それが通じてない場合もあるかもしれないってこと。それはもうない。今まで一回もない。うん、でもあんのかな。どうだろう。通じてなかった。あ、でもたまに。え、あれ、あ、あれ。あ、確かに。じゃあせーのでよって言ったら全然違う。あるわ。あ、今言いたいこと分かるよとか言っても全然違うときある。確かにある。確かにあるわ。けど大体は分かる。通じるよね。まあ、前後の話とか聞いてれば通じるってこと。あ、こういうのもあるんだ。彼氏といるところ見られたくない。分かる。え、なんで？え、だから家族みたいなの。いや、そうそうそう。で、あれ、お姉ちゃんとかお母さんとかに見られてる感じなの。え、じゃあさ、彼氏いるとします。で、お互い？お互い。じゃあその4人で飲むとかも嫌だ。絶対の。え？全然そうだよね。え、紹介はする？例えば付き合ったんだよねって言って一回合わせるとかはする？もうない。ああ、写真見せたりとかするぐらいで終わる。あるよね。あ、でもまあ挨拶とかみたいな。なんかその今までそのお互いもともと知ってる人と付き合ったから、そのわざわざ紹介みたいなことなかったんだけど、一回無垢の高校の人と付き合った時は、私知らない人だったから、その時はね、なんか会いに来たよね。あ、こんにちは。シェアハウスしてる時で、3人が来てくれた家に帰ってで、うち来るって知らなくて、もうお風呂入ろうとして、もう髪の毛ボッサボサ、もうカラコンとかも取ってる状態で、ピンポーンって言ってきて、あれ鍵入ってるけどなとか思ってみたら、なんか、え、男の人男といる。え、これ僕の彼氏じゃないと思って。そしたらなんか、ちょっと、挨拶しに行きました。しかも、ムクは自分の高校の友達とダブルデートをしていたの。で、4人で来たの。
ストーリーは彼氏とこうやってイエーイってやってるやつを載せてたとしたら、まあ別に言われなかったら見られてもいいとか、見たよとかはやめて、見たよ見たよ決まる決まる決まる、けど別にそれは普通に生きるか、まだそう、なんか変に恥ずかしいですよね、そうなんだ。じゃあ旦那になったらもっと話すの、恋愛トークじゃなくなるじゃん、お互い彼氏できたら。でもさ、旦那になったらさ、仲良くしたいよね、家族ぐるみ。彼氏の時だけ、この時は絶対もうここは OK よ、結婚したらもう OK ね。なるほどね、やっぱもう家族じゃん、それそう、感覚はそう、マジで、はい、喧嘩して謝らなくてもいつの間にか仲直りしてる。あー、うちらもう喧嘩っていう喧嘩じゃない、からなんかその仲直りごめんねみたいなとかないよね。ない喧嘩とかしたことある、ありますね。ないですよね、でも分かんないかも。これはすごい、ちっちゃい時もない、ちっちゃい時小学校の時とかは、まあ、グループで仲良くて、そこでまあグループが揉めちゃう時とかとかあったとか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 ね、この1対1で喧嘩とかはないから。そうだね、うちらもね、ないね、ない、喧嘩する内容まずないよ。そう、何で喧嘩するの、内容がないんだよ、てか思うことあんの、や、何、ごめん、あのね、ごめん、謝ってごめんね、あのさ、なんかさ、カップルでもさ、喧嘩するほど仲がいいってあるじゃん、いや、ね、あれってさ、マジで嘘だと思わない、ベクトル怖い、怖い、急にだろ、え、だって友達でも、喧嘩すればするほど仲いいんだよっていうことがあるじゃん、いや、合わねえのよ、そもそも、ああ、それはね、それは喧嘩してる時点でね、そう、だって何十年と一緒にいてさ、喧嘩しない人っているじゃん、でもさ、喧嘩するってことは根本が合わないのよ、じゃあポジティブに捉えすぎじゃねっていう、なるほどね、そう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 、言い合える関係よくねっていうふうに捉えてるけど、そう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 、言い合えるのはいいんだよね、そう、喧嘩じゃなくて、そうだよね、そうだねって認め合えれば OK だけど、ぶつかったらそれは違うよね、そう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 、でも確かにそうかも、え、だよね、うちもそれは思う、じゃない、終わり、正解、ありがとう、かわいいね、足急に足、天才おじさん怖いよ、え、お互いの子供を結婚させようって話しがち、それはない、それはない、それは話したことないね、うちら、なんか同級生だったらおもろそうとかはある、あ、逆になんかその女の子同士が生まれてそれがまた無形なみたいになったらおもろいよね、同級生でみたいなとかは話したことあるけど、結婚させようとかなんかそこまで、あの、繋がろうみたいな、家族になろうみたいなそこまでじゃないから、こいつ家族になりたくてしょうがないんだけど、ここで、車で言ってたよね、子供同士が付き合ったらさ、ここがさ、親戚になるわけじゃんとか言ってなんか怖いよ、どうすればみんな3人が家族になれるかとか男と女の分じゃん、こことここが確かに難しいもんね、そう、3人だからここ2人だけなら、っていう話してて、え、じゃあさ、結婚したら、家は近くに住みたい、ここ、あ、うち住みたいかも、あ、住みたいんだ、隣同士、隣同士は嫌だ、あはははは、やだ、隣同士じゃなくてもいいとかじゃなくて、やだ、いや、隣同士、なんかその本当に、いや、いいやん、そんな変わらんって、今と隣がだけやって、それ3分とかだったらいいかも、いや、変わらんのじゃん、一見ハサミか、斜め前とかなら、なんで隣だとちょっと、なんで隣だとその夫婦喧嘩とかの声が届いたら、ちょっと気まずい、確かに昨日喧嘩してたやろとか、確かに話そうかとかさ、ちょっと声が、あと夜のね、ちょっとあれも聞こえちゃうとか、それは本当に気まずい、それ本当に気まずいですよ、なんて家族のためにね、ちょっと嫌だよね、ちょっと嫌だよね、それは話した方がいいかもしれない、はいはいはい、ずっと一緒にいるのに話すネタが尽きない、あー、これエアもめっちゃわかる、なんかずっとさ、ほぼ毎日のように会った時でもなんかずっと喋ってる、何をそんなに何喋ってるの、わかんない、そう、わかんない、思い出せない、何喋ってたか、その時の話題、そうなんだろうね、気持ちとか、自分の多分しょうもないことでもう話して成り立つから、本当しょうもないこと話してると思う、そうなのか、多分そうなの
別にオチとかもないし、そう、どんどん変わっていくしね、話題。そう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 、だからなんかうちがあの撮影の時とかに、うん、そう話せないじゃないですか、動画の話とか、うん、でもなんかウォーミングアップみたいな、うん、人に聞きたいけど、ほんとしょうもないこと話してくないんですよ、いつも。確かにね、なんか、うん、とか、まあ、動画でも話さないようなプライベートの話もするけど、うん、いやマジ、辻チャンネル最高なんだよねとか言って、そうなんだ、そう、辻チャンネル好きなんだけど、食いついた、え、マジで、でもチャンネル好き、めっちゃよくなる、辻チャンネル好きなんだ、めっちゃ良くなった、めっちゃ見ちゃうのよ。そう、だからそのオチとかもない、この今じゃテレビで頼まれてた辻チャンネルの、うん、これでね、この後のコアがめっちゃ喋るとか、うん、なんか、だから何って向こうも、だからそこをパーって喋ったりとかしてるよね、確かに、そう、動画外とか、あ、まあ、幼馴染の話はこんな感じだった。まあでもちょっとなんか似てたね、みんな、うん、似てる、うん、思ってること一緒とかさ、うん、やっぱそうなってくるんだね、幼馴染も元気お前さ、撮ってどれだけ経つと思ってるの、本当に元気かなと思って、体調的な、元気、あ、元気です、元気、元気、最近すっぴんでどっか行ってるもんね、うん、あ、ディズニーとか、そう、ディズニーとか行くの、見に行くのどう、すっぴんに行くのは楽、めっちゃいい、あ、いいんだ、しかも今暑いからマジで、あ、そっか、崩れる、何よか、いやさ、ディズニー行くとき毎回思うの、これメイクしなくてもいいんじゃねって思いながら行ってるの、うん、いい、いいんだ、こうやって拭ける、そう、うん、やっぱ楽だよね、うん、顔とか洗える、トイレとかで別に、え、洗いたい、洗おうと思えば一回スッキリしたいじゃん、ディズニーの水で洗いたい、あんま女の人でさ、トイレで顔洗ってくれるみたいな、びっくりされるけど、やりたい、やりたい、へぇ、結局サングラスとかかけるじゃん、うん、顔隠し、うん、からもう本当に何にもいい、確かにサングラスかけちゃえばね、そう、え、バレない、サングラスかけなかったら、かけなかったらバレない、あ、ごめんね、かけたらバレない、かけてもバレるけど、そう、で、まあ、言ってるメンツもメンツだけど、うんうんうん、トアなんかはもうあのサングラスがトアの顔みたいな感じもうかけすぎてあれをだからもうバレる、あと声でバレるけど、でもまあ楽、うん、楽、うん、あとあのディズニーとかで困るのが、あの写真撮ってもらっていいですか、うん、っていう時に、そのディズニーの場合はカメラマンをお願いされるめっちゃあるから、ああ、なんか自意識になっちゃうかも、エナちゃんですか、写真撮ってもらっていいですかって言うけど、めっちゃわかる、写真ちょっと待って、いいですかだけだと、なって、え、確かにわかる、それ難しい、あれ、テーマパークってマジで難しい、うん、なんか、いや、とか言ったら、いや、あの、ちょっと出して、そうそうそう、ってなっちゃったら、めっちゃ難しい、うよ、やばい、ちょっとディズニーで、お前、はずい写真撮ってもらっていいですかみたいな、しかもちょっと若めの女の子2人やったのね、いや、もう友達来てたから、あ、なんか嬉しいと思って、あ、全然いいですよって言って、で、携帯をエアに渡してきて、たぶんエアが撮った方がいいのかなと思って、パッてね、そしたらなんかあの2人がさ、シンデレラ城の前に行き出して、で、あ、ここでお願いしますって言って、あ、そういうことなんだと思って、こう待ってたんだけど、いなくなった、あれ、そう、一回読んだ、え、かわいそう、それは恥ずかしい、大丈夫だよ、うん、大丈夫それでまだごまかせてそうだからいいけどさ、まあまあまあ、え、あ、いや、あ、めっちゃ近場とか言われちゃったらさ、確かに、あ、あ、はい、とかあれ、てかディズニー、あ、言ってなかったコラボの時前の、あ、そうだ、しかも去年の夏、あれも、え、でもさ、ね、でもその後にさ、結局その時ってさ、うちらさ、なんかご飯みたい行ってなかったんだよね、そう、まだご飯も行ったことないからご飯行こうって言って、そう、ご飯は行ったんだ、行った、そうで、エンチ行った、いやいやいや、その後もあったんだよね、あった、そう、3人でご飯とかも行ったら、私、焼肉も行ったやん、焼肉も行った、うん、え、でも、エアちゃんがさ、行ってたじゃん、ディズニー、あ、行ってた、この間、あ、うん、なんか友達と、うん、で、行こうよ、あ、したもん、そう、で、コメントしたじゃん、で、エアも返した、そう、だからちょっと進んできてる、これで、そう、まだ進んできて、うちはでも、本当にゆっくりすぎる、本当に、いや、でも私、誘おうと思ったんですよ、夏に、うん、けど、夏って暑いから、うん、普通にディズニーノーだなって思って、うんうん、10月誕生日じゃん、うん、10月誕生日なの、お、10月に行けばよくない、確かに、なんかそのまま知ってた気がしない、あれ、なんか誕生日だよね、じゃなかった、なんかでも10月だった記憶はある、そう、言ってください、うん、10月だからディズニー、すっぴんしたらいい、すっぴん、すっぴんで行ってみたい、本当に、うん、マジで超楽そうじゃん、うん、マジで楽、うん、これはこの結婚
行時間は10月1日から10月31日までと10月中でますので、それの期間中に行ってなかった、でもしくは SNS にその投稿がなかった場合、今後一切ディズニーに行くことを禁止します。はい、厳しい。この2人でちょっと禁止します。わかりました。わかりました。わかりました。はい、はい、もうそういう口約束もするなっていうふうにしていきたいと思いますので、はいはい、もしかしたらね、また来年この話を盛り出すかもしれない。怖いよ、私たち。そうだから同じ時期にまた来るわけで、前ディズニー行くって言ってなかったっけって話が盛り出すかもしれない。怖いから、その時は絶対に行ってください。こうなりますので気をつけてください。はい、というわけで今回はマリナに近況報告してみた。イエーイ。ふざけんなよ。近況な、近況報告聞いてみたでした。イエーイ。うちらは前までは結構そのコラボウィークを引っ提げてみんなとコラボしようっていうなんかスタンスというかが多かったんだけど、なんかそれだとやっぱだから友達いないねよっていう。そんな友達やいないモチベなんですか。うん、できないんだよって。だからもう呼びたい時に、この間カスタソーなんだけど、それも別にこうコラボウィークをしたいとかじゃなくて、え、会いたくねみたいな感じで呼んだので、そのコラボの仕方を今までしたことがなかったからね。なんかお医者さんにこの期間中にコラボを組みたくて、誰々と誰々とっていうのをやってきたけど、無形な会いたくねで呼ぶ、そのコラボってなかなかなかったから、お医者さんにいいですかね、あ、全然ええんちゃうって言って今回決まった。嬉しい、ありがとう。こういうスタンスで今後もやっていきたい。確かにね、ラフに、そう、ラフに。じゃあちょっと飯食いに来ないよって動画もあってめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいなって思って。今度夜ご飯食べに来ないよ。あ、そうしよう。え、めっちゃいい。だから今回まあ時間が時間だったらご飯どうするみたいな。そう、焼肉とかもやりたいと思う。いや、待ってから、そう、人んちでやるから自分じゃなかった、違う、こっちだった。もう自信もありとかそう、人んちでやる焼肉が一番うまいから。そう、いや、そう、匂いとか気にしない。え、そうしよう。え、めっちゃいいですね。なんか、うちらが鍋やるとか言ったら誰呼ぶで呼んだ方が。え、めっちゃいい。それがいいな。そうするわ。じゃあ次は焼肉で。いい、そう、いい鉄板あるからね。やった。楽しみ。油落ちるやつ。そうしよう。それやろう。3回ぐらいしか使ったことないやつ。使いましょう。それ使おう。使わせていただいて。だからそんな感じで今後もできたらなって思ってます。はい。ぜひ、お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。軽いだろ、全員。とりあえずまあ、あのチャンネル見といてって感じ。お願いします。お願いします。なんかドライブとか、なんかいろいろやってます。やってます。あとなんか曲とかも出してるんで、ぜひ聴いてください。聴いてみてね。それでは、バイバーイ。